プレボール、皆さんどうも、大分の高っち親方です。プレイボーじゃございませんよ。さあ、連日にぎわっております第93回選抜高校野球大会、4日目が行われました。この4日目、3カードとももう注目優勝校同士の対決でございます。まあもちろん相変わらずですね、私、野球動画見ておりませんで、あくまでもテキストの速報や、結果のみではございますけれども、まあ本日行われた、3つのゲームの、まあ簡単な感想をご紹介し、そして、この5日目のですね、対戦カードまでご紹介をいたしますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで4日目ですが、3ゲーム行われました。今回は本当にもう名門校揃いで、かなりこう優勝校であるとか、近年のですね、こう、甲子園に着実に出ている注目校が、登場したカードでございます。もう、やはりこの戦前の予想通りといいますか、実力が伯仲して、この1点の大切さですね、この接戦というところがで、ね、今日肝になったようでございます。まあ、スコア見る限りは本当に接戦ですけれども、それぞれのゲームで、まあ、展開は異なるようでした。一試合ずつご紹介いたします。まず、第一試合、近畿代表ですね、私立和歌山高校と、東海地区代表、岐阜の県岐阜商業の対決です。もうプロ注目の投手と名将の対決ということで、結果は、私立和歌山が1対0でサヨナラ勝ちで県岐阜商を下しました。和歌山高校ですね、いつも間違うんですね。私知り合いこの学校出身のね、人がいますけれども、私立和歌山にはですね、プロ注目の琴野投手という152キロ出せる右腕がいていまして、一方県岐阜商はですね、名将梶谷匠監督率いておりまして、ね、NHK の解説でも切れ目のないバッティングでということでですね、まあ例えば熊本の秀岳館高校もですね、もう全国の強豪にね押し上げるほどの名将でございます。もうだからどっちもですね、優勝候補というところで楽しみでございました。まあ、まさに実力が伯仲して、このいかに先に1点を取るか、この対決になりました。もう引き締まった両投手がですね、まあ投手戦となって、最後、9回にですね、和歌山がですね1点取って、まあサヨナラというゲームになりました。やはりですね、小園投手この甲子園でもしっかり、好投しまして、無失点でございます。県岐阜商ですね、調べるとこう結構バントをですね、活用して、結構9イニング中6イニングはなんと得点圏までランナーを進めていたそうなんですね。ただあと1本が出ず、残念ながら1点が遠かったというところですね。ここはやはりこうプロ注目の小園投手、すごかったですし、まあ県岐阜商もバッテリーが非常に良いということで、逆に和歌山のですね、打線を抑えたというところで、かなりこのロースコア、まあ春の選抜らしいですね、引き締まった試合になったという印象でございます。第2試合ですね、近畿同士、しかも昨年の秋の近畿大会決勝のリベンジマッチ、そしてもう優勝候補筆頭級の横綱対決、こちらですね、奈良の智弁学園と大阪桐蔭の試合、結果はですね、8対6で奈良智弁学園が勝利をいたしました。リベンジ大阪桐蔭は果たせずでございました。まあこの8対6と見るとまあ割と接戦というようになりますが、実はですね、私もまあ速報を見て最初びっくりしたんですが、1回にですね智弁学園が4点奪ってるんですね。まあヒットと犠牲フライですかね。そして結構フォアボールが、とか、四死球がですね、やはりこう、勝負を分けてビッグイニングになったようでございます。まあ、私だけではなくてですね、他の高校野球好きの方にもびっくりでしょうが、大阪桐蔭、
多分は平成以降というか、まあここ10年ね、15年で一番強い大阪桐蔭が4点のビハインド、いきなりですよ。ちょっとびっくりしましたし、智弁学園が相当攻めてるなと思いました。まあ昨日の大分明豊と兵庫東播磨の試合もそうでしたが、やはりこのフォアボールやデッドボールが出るとかなり苦しくなりますし、そこでビッグイニングが生まれるということですね。まあ余談ですけど、こう昨日とか今大会はですね、まああくまでもネットでの反応ですけれども、ちょっと審判主審のストライクゾーン厳しすぎないか、ピッチャー泣かせではないか、まあそういう意見もね、聞こえました。でまあ余談ですけど、私も高校時代までこう野球の審判もやってましたし、高野連の審判部会に出ましたけども、まあ、私も結構ストライクを取らない主審とよく言われてました。同級生のピッチャーからお前いい加減しろよと怒られたこともありますし、当時の監督からお前本当なんか夏の新大手球場みたいにお前結構渋くて厳しい判定するのって言われたことを未だに覚えてますけど、まあなかなか審判も難しいんですけれどもね。まあこのフォアボールデッドボール当たり前ですけども、これがもう結構左右勝負を左右するのはもう言うまでもないですね。この甲子園という夢舞台でもやはりそこはですね、間違いないというかですね、そこを活かせるかどうか抑えられるかどうかというところが、まあ、当たり前ながらポイントでございます。まあ、結局ですね、近畿大会の通り、智弁が振り切りましてですね、大阪桐蔭破りました。で第3試合ですね、こちら、中国地区代表の広島新庄と、北信越のですね、長野上田西の対決でございます。まあ私もどちらも近年甲子園に少しずつこう出始めて注目の新鋭校ということで、まあ紹介してましたが、まあこれ驚いたことにですね、高校野球芸人でございます上條武史さん、皆さんご存知でしょうか。坂東英二さんのモノマネされるですね、おい誠とかですね、ちょっと私はモノマネできないんですけど、その方の YouTube でもですね、実は紹介された、まあこの 3つのゲームは本当に今年注目だということで、まあ一つが昨日の大分明豊対兵庫東播磨で、二つ目が広島新庄とこの上田西の試合ですね。もう一試合はこの後紹介いたしますけれども、まあ本当に引き締まった試合になりましたね。こちらも第一試合同様、1点を争うゲーム、しかも延長12回まで、次の回行ったらもうタイブレイクですよ。そういう本当に引き締まった試合となりましたね。広島新庄はピッチャーが本当に良いと、上條さん曰くですね、1年生の時にこう中国ナンバーワンと言ったピッチャーが現在2番手ピッチャーになってて、ね、別のまたエースが出ているということで、いかにこの投手層が厚いか、ね、2年連続出ている広島新庄と、春は初出場で今回出場の、32校中唯一チーム打率4割超えのこの強打の上田西、この投手対、攻撃、まさに矛盾ですね失礼しました、対決ということでかなり注目されていまして、結果やはりこの広島新庄の投手力がですね、継投でですね、強打の上田西を封じ込んだこの面白い戦いですね。まあまさに本当こちらも実力伯仲といいますか、本当今大会天にこう痺れる戦いだなというふうに思っております。まあ余談ですけども、ついでに、昨日勝ちました私の地元大分明豊の対戦相手はこの今日の第一試合、勝利しました、私立和歌山との対決となりました。まあプロ注目の小園投手との対決でございます。まあ正直本当に非常に厳しい戦いになるのはもう覚悟しております。ただですね、まあ、小園投手と対決できるという、この夢舞台でですね、対決できるのは、まあ、尊いことですし、もう、だから、まあ、けど同じ高校生ですしね、そこでまた、明豊も粘り強さもありますので、まあ、どういう戦いをしてくれるのかなというのが非常に、楽しみでございます。以上がですね、大会4日目でございました。それでは、大会5日目の、カードをご紹介いたします。
3カードでございます。第1試合が、先ほど申し上げました、野球、高校野球大好き芸人のですね、上条武史さんがおすすめする試合の一つ、東京の東海大菅生と愛媛の聖カタリナ学園の試合でございます。東海大菅生も優勝候補でして、激戦の東京大会を勝ち抜いた総合力高いチームです。そこにこの新鋭のですね、聖カタリナ高校初出場がどこまで挑めるのか、聖カタリナピッチャーが良いということでございます。そしてですね、愛媛県のこの初出場校、特に春ではですね、奇跡を起こすと言われていまして、まあ旋風ですね、宇和島東高校、新田高校、そして済美高校ですとですね、もう優勝や準優勝するぐらい、もう勢いがあるのでですね、この戦いですね、まあ甲子園でもですね、まあ そこそこ出ている東海大菅生と初出場の聖カタリナ旋風を起こすかどうか、こちらが非常に見ものということでございます。続きまして第2試合は初出場対決です。東北の宮城柴田高校対、近畿代表京都国際の試合でございます。初出場ということでですね、まあどちらにどうなるかということですね、まあちょっとなかなか正直わからないところもあるんですが、まあ個人的にはこのフレッシュな顔ぶれですね、もちろんいろいろ何回も出ているベテランね、名門校も面白いですし、こう少しずつ初めてこの夢舞台の土を踏むという学校がですね、増えていくのは楽しみだなというふうに思っています。まあ、柴田高校もね、京都国際もあと一歩というところでようやく掴んだ、甲子園でございます。まあ、思いっきりしたねプレーを期待しております。第3試合が、関東ですね、茨城の常総学院と北信越、福井の敦賀気比の戦いです。もうこちらもですね、名門校同士の対決で非常にこれ面白い戦いになると思いますね。常総学院といえば、まあ高校野球のファンの皆様にはおなじみ、木内マジックで有名な木内監督のですね、まあイメージが強いですけれども、まあ残念ながら先日木内さんはですね、お亡くなりになりましたけども、まあその天国にですね、木内監督に捧げる一勝となるのかどうのか、もう例年ですね、こうバッティングが強いという、まあ、イメージがございます。対する敦賀気比はですね、近年選抜でも優勝したことがまあ新しいですし、その時はバッティングのね、強打の敦賀気比というイメージでしたけども、今年のチームはまあ秋の様子ですと、この粘り、そして守りや投手のですね、チームということで、こう引き締まった試合にもこう持ち込めるかどうかというところがこうポイントかなというふうに思っております。で、明日のですね、明日というか、まあ雨が降らなければいいんであれですけども、5日目もですね、非常に面白いですね、学校の対決となりますので、どうかですね、熱戦に期待でございます。ということで、今回は4日目の結果、そして5日目の試合案内をご紹介いたしました。まあ個人的な内容ではございましたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければですね、いいねボタン、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ毎日は更新できないと思いますが、なんだかんだでまあ連日、その日のですね、ゲームの感想など、紹介はできております。まあ高校野球ね、好きな方も多いですし、私もまあ好きでございますので、まあなんとかですね、一人でも多くの方に、まあ高校野球のこと、そしてこの93回大会の記録が後世に残ればという思いで、連日更新をしておりますので、これからもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた、ゲームセット！